自分は何なんだろうっていうアイデンティティの喪失みたいなのがあって、やっぱそこに戻るときは一回やっぱり自分がどう音楽で音楽家としてはどういう音楽を聴いて育ってきたのかなっていうのをもう一回ついにこう見直したくもなりますよね。とかも、まあ、皆さんがこう持ち寄られてる感じなんです。一人最低1曲は、で僕が半分ぐらい書いて、で7が、まあ、全然僕が歌詞にも関わってないのはジェームズ・イハぐらいかな。まあ、あと1人、もう3曲ぐらいありますけど、あとは7の形で僕が歌詞なりで関わってたりして、でもメンバー1人1曲は最低書いてるという感じですね。全12曲です。曲書いてみてっていうフューパとかやそうそうそう、あとコード進行がみんな似てますね、僕が作るのと。やっぱり幸宏さんをこうイメージして、まあある程度そうでしょうけど、あとヒントも70年代のとか60年代のちょっと勢いのあるポップミュージックをやりたいねっていうのがあったんで、バラエティに富んでるって感じじゃないよね。あ、でもちょっとオルタナっぽいのもあるからな、かといえばふわーっとしてるのもあるから、やっぱり結構バラエティには飛んでるけど、時代性は結構共通してるかもしれないです。Twitter とか Facebook だとレコーディングがずっと使い終わる。呼ばれてるよね。でもお父さんやってる。そう、映画見たの。アルバム作ってて、まあ一緒にやっバンド形式でやってる連中40代なんですけど、まあ、みんな僕よりも詳しいぐらい70年代とか60年代の音楽知ってるんですよね。で、なんかこうそういうところの辺の音楽をやりたがってる人が多くて、で逆にもっと例えば細野さんなんかだったらああいう世界に、まあカバーですけど踊ってるし、教授教授で本来のピアノの世界にこう没頭してすごい集中して今やってるし、僕は何だろうなと思ったら、やっぱり60、70年代のポップミュージックを聴いて育ってきたんで、しかもそういうポップミュロックアルバムみたいなのをドラマーとして、まあ、歌う歌う人間としても作ったことがないなと思って、自分は何なんだろうっていうアイデンティティの喪失みたいなのがあって、やっぱそこに戻るときは一回やっぱり自分がどう音楽で音楽家としてはどういう音楽を聴いて育ってきたのかなっていうのをもう一回ついにこう見直したくもなりますよね。そうだな、誰が言ったんだっけ、クラプトンか、なんかメンタルジュークボックスって言ってたらしいけど、そのコロナ禍にあるその音楽をもう一回振り起こしてみて、そしてなんかそういうの、そういう原点に、なんかルーツにヒントはないかなっていうのを感じてる人たちって多いんじゃないかなと思って、なんか割と最近、例えば僕たちもちょっと上の世代とかアルバム出してるじゃないですか、そうすると、え、この人こういうの好きだったんだとかね、びっくりすることがあって、まあ、みんな結構ルーツもう一回探してるのかなとか思う時があるんですよね。何かやっぱり変わる時に今差し掛かったなっていう気持ちはすごいあったんですけど、なんか最近それがもっと停滞してて、いやむしろ止まってるというか逆行してるというか、で未来はやっぱり必ずあるわけで、むしろそれを作っていく次の世代にもこう残していくっ
っていう責任とものやっぱりあるんだろうなと思い始めると、おこのままじゃまずいなって気はちょっとしますね。かといってじゃあ何ができるだろうって思い結構自問自答しますけどね。で最後にチェーポーズ、あ、はい、チェーのチェーじゃないやつですか、チェーポーズ分かります、本当のチェーですか、本当のチェーじゃなくてさっきのやつ、あ、さっきのやつ、本当のチェーなんですね。ちょっと今年のワーハピの話とかを、いや変わんないとは思うんですけど、違うのはやっぱり何といっても鳥、そのヘッドライナーがあの YMO じゃないっていうのは、まあ来年また違うかというとまだ分かんないんですけど、細野さんとりあえず5年ねって言われてたんで、やっぱり1年ぐらい勘弁してやろうと思ってと言っても続けることに意味あるんで、その YMO が目当てだった方たちには申し訳ないんですけど、まあ、5年間続けたわけですから、ここでワールドハピネスっていうものは単独して、もうちょっと YMO ともまた切り離してちゃんとしたイベントとして成熟していくためには、必要なのかなっていうのがありましたね。だからまだ全部発表できてないですけども、その中でまあやっぱり親子で来れる、身近な夏フェスっていうのは変わんないです、コンセプトは。ここそうだ、すいません、すいません、指ついてる、ノーミュージックノーライフ。Tower Records.